はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばです。かわいいですね、パナタン。ねはい、パナさんね。えー、今日もお布団の中に潜ってきましたよ。かわいいですよ。いつも来るんですよね、この子は。はい。えー、明け方になるとなぜか、はい、甘えに来ます。大暴れなんですけどね。その前まで、はい。えー、何回か起こされてます。はい。まあ、あとりあえずね、 あのー、今回はあ、そういうことではなくて、はい、えー、ダイエットですね。これもう、1、2回言ってるんですけど、うごうぴっていうね、うごうぴですね。はい、えー、ダイエットのお薬というか、体重を減らすお薬が、えー、アメちゃんからね、えー、もうすぐ日本にやってきます。で、これ、一応保険適用薬なんですよ。はい。 BMI が35以上の方に対して処方される奥中りでございます。はい。BMI が35以上です。で、35以上じゃなくても25以上かな ?27 以上かなここら辺はわかんないんですけど、えー、まあ、甲子結晶とか、あまあ,あ、糖尿病とかね、高血圧とか、そういうもののお、がある方にはちょっと低めでも処方されるようです。 はい、えー。処方箋が必要な奥注理です。で、今、これね、問題になってるんですよ。はい。いわゆる、うー簡単にね、えー、お痩せ、痩せることができる薬としてね、えー、自由診療で保険抜きでね、処方してしまう医師が増えるんじゃないかと。 結構いい値段ですよ。3万ぐらいですね。はい。えー、結構いい値段です。はい。えー、そういった医師が増えるんじゃないかっていうことが非常に話題になってます。これ増えるでしょうね。はい。なんて言ってもね、医師あの金儲け大好きですから。はい。金儲け大好きですから私は増えると見ています。増えるんじゃないかと心配しているっていう風なね、言い方なんですけど、増えるでしょう。 だって見ればわかるでしょうね。お金儲けがいかに好きかって、一心が。わかりますよね。そういうことでございます。はい。えー、思うんですけど、あとね、日本人の性質が変わってきたっていうこともあると思います。安易な方、安易な方、安易な方に流れていってしまうような、そういう気質が出来上がっちゃいましたよね。はい。 楽楽ししてて儲けるるととか、楽して痩せるとか、痩せ安易な方です、本当にまあこれを言ったらあれなんですけど痩せたければね、えー、運動してプロテインを飲んでねはい運動してプロテインを飲んで、えー、脂っこいものを控えればいいだけの話です。1ヶ月に 1kg ぐらいは痩せます簡単に。 で、1年すれば10キロ以上痩せます。はい。これ経験者は話すです。はい。私経験者でございます。はい。10キロ以上痩せました。はい。えー、今 BMI22 ぐらいですね。はい。えー、昔はね、18ぐらいだった時もあるんですけどね、BMI が。ああ、まあ。まあね、年もあるんで、年も年なんで、まあ、このぐらいでいいかなとは思っております。はい。 えー、本当にね、これね、日本人の気質が変わってきたっていうこともあると思います。こういうものにね、頼りがちになるんですよ。楽する。もうね、えー、まあ皆さんわかると思うんですけど、ネットを見ればね、まあ飲むだけで痩せられますとか、 ね、これを吐くだけで痩せられますとか、これをつけるだけで痩せられますとか、あとはね、簡単に、一日ね、何回か画面をクリックするだけでお金が儲かりますとかいう変な投資方法もありますよね。はい。えー、何でも何でも楽な方に流れる。この姿勢が日本人に、 はい、日本人にとってね大事な何かを失ってしまう元凶になってきたと思っております私は大事だ大事なことですはい大事なことですはい、えー、楽しては絶対にいい方向には向かいません努力しないといけないんです人間ははい 努力が必要です。で、努力することをね、あの、変な話なんですけど、習慣にしてしまえば、はい。努力することを習慣にしてしまえばね、えー、楽してね、何かをすることがいいことだって思わなくなります。はい。これは頭の努力も同じです。頭の努力。つまり考えることです。はい。 そういうことです。何も考えないでね、えー、誰かにいい指示をしてもらって、それで動く。はい。指示待ち人間が日本をダメにしてきました。楽な、はい。楽な方向に逃げよう、逃げようとする。えー、そういった姿勢が日本人をダメにしてしまったと思います。まあ考え、なんていうのかな。ちょっと離れちゃいましたけど。えー、そういった中での、このね、痩せ薬報道でございます。 はい、あんまりいいことだとは思いませんよ。はい、やっぱり運動して筋肉つけて痩せるのが一番でございます。はい、ええー、私の言いたいことはまあそういうことです。それでね、何でも安易な方安易な方と逃げないように、人は努力して人になるんです。はい、人は努力して人間になるんです。 そういうことでございます。これね、もう、あの、セカンドチャンネルでもね、何回か言ってるんですけど。はい。えー、なのでね、えー、そういうことでございます。これもね、後でまあ、ちょっと言いたいかなとは思ってるんですけど。はい。えー、努力し,し、なくしては人間ではないです。はい。頭の方もです。頭を使わないと動物と同じになっちゃいます。 はい。頑張りましょう。皆さん。ということで、こちらの記事も貼っておきます。私は多分これね、問題になると思いますよ。そういう意思たくさん出てくると思います。はい。えー、予言でした。はい。それではまた。ごきげんよう。沖縄おばばでございました。あにゃー。ねー